どうも、本日タクミバイバグマスターのタクミです。ということでね、今回のゲストなんですけども、今まで予想家のお姉ちゃんとかはね、あの松中みなみとか、クソババアとか出てきてくれたんだけども、今回はねちょっと思考を変えて司会者、MC ね、俺ちょっと MC 下手なんで、その辺を学んでいこうかなということで、ゲストお会いします。岡部さんです、どうぞ。岡部れんこさん、もう全然テンション上がんない感じで呼ばれたんですよ。どうしたんですか。いや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 、何がもう本当にひどい。松中みなみちゃんとかね、クソババアとか、それ誰ですか、エリカさんですか、何ですか。そうだ、山崎エリカ、もう本当ひどい。失礼極まりない。いやいや、今日はね、だからそのほら MC とかさ、やったことないじゃん。ないですか。ないな、ないよ。だって MC ってタイプじゃないじゃん。え、高見さん何する人。俺は賑やかしだろ、お前バカ。お前自分で言わせるなよ、お前。賑やかしでここまで来てきたんですか。そうすごいですね、勢いって。いやほら、もう MC 常連じゃんね。常連、まあでも私もアイドル上がりなんで。いや、そうだけど MC からっていう感じじゃないですよね。いやいや、まあそうだけど、もうなんてグリーンチャンネルもうちょっとら岡部レイコだろ。だって、いや本当に。いや本当ね、本当ね、俺ね、あのなんかね、あのこの間やったじゃん、亀谷、はいはいはい、あの YouTube でも流したやつ、はいはいはい、ね、ネット競馬でやった、はい、亀谷血統教師、はい、岡部も一緒に出てね、はいはい、で、あのコメントとか見たわけよ、はいはいはい、ね、そしたらまあ匠うざいとか匠うるせえとか、はい、まあそれはねイラッと来ないの。でもね、岡部かわいいっていうのにイラッときたね。なんでですか。いや、イラッときたもん。お前絶対自分で書いてるだろ、あれ。岡部さんかわいい。匠さんじゃないからやらないです。鉄蔵さんが鉄王に聞こえるって書いてある。そんな滑舌悪いの。鉄蔵さんって難しいですね。あ、鉄蔵、確かに。蔵ね。蔵ってね。そうなんですよ。確かに難しいな、ね。そうそう、会話だとね。なるほどね。反省しました、だから。だから今日は、まあ話がちょっとこんからかっちゃったけど、はい、MC をね、ちょっと、はい、お願いしたいな。え、分かりました。え、匠さん呼べばいいの？そうそう、ちょっとあの最初ちょっと俺入ってくるから、はい、ちょっとあの岡部ちょっと呼び出して、どんな感じで岡部だったらやるか。え、匠浮上のここまで。そうはい、さあ始まりました、匠浮上のここまで言うんかい。ということで今日は匠さんなしでお送りしたいと思います。おいもう入ってきちゃうじゃん、これだと。いや、でもいいじゃないですか。もういいの。あ、もうそうだ。そんな感じなのね。なるほど。競馬の話はしないんですか。あ、競馬の話するでしょ。するけど、お前さ、よく出てきたな、はい、でもな。なんですか。いや、だってお前見た、このコーナー。見ました。リモートが最近多くて、おうおうおう、匠さん本当なんか暑苦しいなと思いながら見てましたけど。いやいや、お前さ、この番組はさ、はい、基本的にはね、はい、あのお前 JRA 派じゃん。俺、反 JRA 派だからさ、反体制派だからさ、どちらかというともうケチョンケチョンに言う番組なんだ。どっちも大丈夫だって。グリーンチャンネル出れなくなったら俺知らないよ、お前。そこはちゃんとあの計算で。いやだからよく出てきたなと。いや、でもほら、それこそね、佐藤哲さん言ってましたけど、乗ってる人にしか分かんないこともあるから。ああ、まあね、そうおいとか思ってるんですけど、心の中では。まあ、佐藤哲さんもいい加減なんだよ。でもなんでですか。佐藤哲さんも、その通りですねって言って全然別の話してる。あいつディベートうまいのか、それとも天然なのか分かんないけど。いや、匠さんがうるさいからじゃないですか。ここに歯向かったらうるさいっていうのよく分かってるんですよ。いや、まず最初に一応ね、OK って出すわけよ。あ、そうですよ、僕もそう思いますって言うんだよ。あ、そうでも全然話は俺と真逆の話してたりする。あ、そうですか。そう、あ、全然 VTR とか。いや、そんな気にならなかったでしたけどね。本当、もう一回後でチェックしてみる。全然俺が言ってる内容とは違うのに、あ、僕も匠さんの同意ですとか言うんだよ。さすが、自分のコメントに対する返しはなんか厳しいですね。いや、めんどくさいな、もたけさん。いや、ということでね、はい、今回は、こういう感じでやっていくんですけど、はい、まあ、あのこの番組はレース分析ってあるじゃん、はいはい、あれをもうちょっとパクリ、そう、パクリじゃない、オマージュと呼んでくれ。オマージュです。尊敬の意味を込めたオマージュで、それをイカレポンチにしてアバンギャルドにしたのがこの番組です。もうそれ絶対嫌だと思います。まずは CBC 賞。
まず重賞のレースからやっていきたいんですけど、まあ、CBC 賞の VTR から見ていきたいんですけど、はい、VTR プラス。え？タイトル改めては、あ、忘れてた。もう絶対 MC とかやめた方がいいと思う。匠不条のここまで言うんかい。全く忘れてました。全く忘れてた。すいませんな姉さん、本当に大丈夫だ。これ編集でいくらでもカットするからとか言うだろ。人任せ人任せ。いやでもね、これ編集でとか言うだろ。絶対さ、カットしねえんだこいつ。当たり前じゃないですか。使いますって言ってもらってないですか。今日は編集する。